皆さんこんにちは。x 線に講師の熱田です。それでは、3級 fp 技能検定試験の、えー、回答速報を始めていきたいと思います。えっと、まず本日、えー、試験を受験された皆様お疲れ様でした、えー、これよりですね。学科試験と実技試験のまあ、えー、回答とまあ、あ簡単な公表というものをやらせていただきたいと思います。 で今回、対象にしているのが産休においてまず午前中実施された学科試験で午後、実施された日本 FP 協会の資産設計提案業務と金融財政事情研究会の個人資産相談業務この3つについて、まあ、レックが予想する回答を申し上げます。 ただ今、えー、午後の4時半を回ったところなんですけれどもあと1時間もするとですね実施団体から回答が、えー、公表されま 回答が出ますので、まあ、そちらを見ていただきたいと思いますが、まあ、今、1時間前の段階ですけれどもレックがこのように回答を考えているというところをですねこれからお話ししていきたいと思いますのでちょっと順番としてはまず学科試験次に FP 協会の実技試験近在の実技試験という形で進めていきたいと思います。 ではまず、えー、学科試験から、えー、見ていきたいと思いますので、えー、受験された方はそちらのです、ね、問題をお分けいただきたいと思います。 でこちらなんですけれども、学科試験は60問、まあ、前半30問が生後問題、後半30問が三子択一問題という形になっていますが、いずれも1問1点ということで、36問以上、まあ、それは36点以上ですが、になると合格ということになるんで、単純に60問の中で36問以上で合格ということになりますので、まあ、確認していただければと思います。 では最初、第1問の括弧1から括弧30までいきますが、科目ごとに5問ずつ区切って申し上げていきたいと思いますが、でただ、正語については、えー、本当の回答は、えー、正しいものが1、誤っているものが2という形なんですけれども、分かりやすく説明したいので、えー、正しいものは丸、えー、誤っているものを×と、丸×という形で申し上げていきますので、えー、ご理解いただきたいと思います。 は6からこ0のリスクですが6が 10×7 が 0×8 が× 1 0 × 1 0 × 1 0 × 1 0 × 1が× 1 0 × 3が× 1 0 ×が0 × 1 0 × 1 0え、1 0 × 1 0 × 1 0 × 1 0 × 1が× 1 0 × 1 0 × 1 0 ×が丸、× 1 0 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 × 1 1 0バツ、0 × 1 0 × 1 0 × 1 0 × がが丸、えー、かっこ10が丸もう一度、えー、申し上げます。かっこ6ががががが丸、丸、かっこ10が丸続いて、えー、11から15の金融に移ります。11が×、12が丸、13が×、14が丸、15が丸もう一度お伝えします。11が×、12が丸 13が14が丸15ががががががでですす次16から20のタックスもう一度、えー、繰り返します。16が丸、17が丸、18が×、19が×、20が丸です。 続きまして21から25の不動産です21が二2 2が ×23 が ×24 が ×25 が×もう一度21が○で22から25まですべて×です次26から30の相続に移ります2 6 × 2 7八2 8十2 9 × 三十罰もう一度、えー、お伝えします。二十六が罰、二十七が丸、二十八が丸、二十九が罰、三十が罰となります。はい、続いて第二問に移りましてこちらも科目六科目ありまして五問ずつ申し上げていきますが今度は答えが一二三になりますから一二三のいずれかで申し上げていきます。では三十一から三十五の、えー、ライフです。三十一が二、三十二が一。 33が2、34が3、35が1、もう一度申し上げます。31が2、32が1、33が2、34が3、35が1、え続いて36から40のリスクに移ります。36が2、37が3、38が2、39が1、 40が3もう一度、えー、お伝えします。36が2、37が3、38が2、39が1、40が3です。続いて41から45、金融です。41が2、42が3、43が2、44が3、45が3です。もう一度。41が2、42が3、43が2、 44が3、45が3です。続いて46から50のタックスに移ります。46、七二、四十八三、四十九二、五十一もう一度お伝えします。十六が1、47が2、48が3、49が2、50が1です。次、51から55の不動産に移ります。 51が3、52が2、53が1、54が2、55が2、もう一度お伝えします。51が3、52が2、53が1、54が2、55が2です。では最後の科目。相続、相続の56から60です。56、3、57、2、58、2、59、2、 60が3もう一度繰り返します56が357が258が259が260が3。ということで今60問の回答を申し上げましたがこの中の36問以上ですね正解であれば合格ということですが。 あのこのあと午後5時半からですね実施団体から回答が公表されますからそちらで最後の確認をしていただいてで簡,単なこう簡単な解説と公表はすべて回答が申し上げ終わってからやりますので一旦ちょっとこれで学科試験終わりとさせていただきますでは続いて今度は日本 FP 協会の資産設計提案業務の回答に移りたいと思います近在の方少々お待ちください では、資産設計提案業務。こちらはですね、問題が20問あります。20問あって、1問5点ということで、100点満点が満点となりますので、60点以上で合格ということなので、1問5点ということで、計算していただければと思います。では、こちらについては、問ごとに、大問ごとに言っていきますので、最初第1問が問1問2なので、問1と問2を先に申し上げます。問1が3。 問い2が3。もう一度、問い1が3。問い2が3です。次、第2問。金融ですね。問い3が1。問い4が1。もう一度、問い3が1。問い4が1です。続いて、第3問が不動産。5、6。2つあります。問い5が2。問い6が2。もう一度繰り返しますと、問い5が2。問い6が2。 続いて第4問のリスク。3問あります。789。3問あります。問7が3。問8が1。問9が2。もう一度。問7が3。問8が1。問9が2。続いて第5問のタックスです。こちらも3問。10から12まであります。問10が1。問11が2。問12が2。もう一度。問10が1。 問い十一が二、問い十二が二です。続いて第六問の、えー、相続こちらも三問、十三から十五問、十五の三問構成です。問い十三が三、問い十四が三、えー、問い十五が二。えー、もう一度、問い十三が三、えー、問い十四が三、問い十五が二。続いてあと総合問題です。えー、第七問、十、え、六、ー、から二十まで全て、えー、連続で読み上げます。 問16が3、問17が2、問18が1、問19が1、問20が3、えー。もう一度繰り返しますと、問16が3、問17が2、問18が1、問19が1、問20が3。 ということで、こちらですね、1問5点ということで、60点以上で合格ということで、こちらもあと40 50分弱ぐらいですか、で、回答が公表されますので、最終的にはそちらでご確認いただきたいと思います。また、こちらの簡単な解説や公表は、後ほどやりますので、一旦これで資産設計提案業務は終わりとさせていただきます。 次、えー、お待たせしました金融財政事情研究会の個人資産相談業務の、えー、回答に移りたいと思います。でこちらについてなんですが大問、えー、が5問ということで大問、えー、1問ごとに10点満点という配点になっています。 でただし、大問1つにつき3問、証問がありますのでそうすると必ず証問の中に3点と4点の4点が1つ出てきますで4点については現在はこのあと5時半17時半30分からの回答の公表された時点でどのところが3点とか4点が出ますので今回はその採点については申し上げませんので皆様の方で確認いただきたいと。 ただ一つ言えることはあのこちらのですね金、えー、在の個人資産相談業務の場合は実際 6, 6割で合格です。で50点満点なので30点で合格なんですけども、えー、通常ですねこれ10問以上。 10問以上の正解であれば確実に合格なんですけれども9問の場合、まあ、15問中9問ということは6割なんですがこれでも場合によっては合格の可能性と不合格という可能性もどちらもあります4点のところがあるんでですので、えー、こちらは問数ではなくて点数で確実に判断いただきたいと思いますので。 10問以上であれば必ず合格。9問の場合は、場合によってはちょっとどちらの可能性もあると、まあ、いうことは踏まえていただきたいと思います。はい。では、えー、じゃあ第1問のライフから見ていきたいと思いますので、では第1問、問1から問3、えー、順々に申し上げていきます。まず、問1が3、問2が1、問3が1、えー、もう一度、問1が3、 問二が一、問三が一です。次、第二問の金融に移ります。えー、第二問の金融、四から六までですが。問四が二、問五が一、問六が一。もう一度繰り返します。問四が二、問五が一、問六が一です。次、第三問タックス、七から九までです。 問7が3、問8が1、問9が2、もう一度繰り返しますと、問7が3、問8が1、問9が2です。次、第4問の不動産です。こちら10から12までですが、問10が2、問11が2、問10、もう一度いきます。問10が2、問11が2、問12が3、 もう一度繰り返します。問10が2、問11が2、問12が3、2、2、3です。次不動失礼します、相続の第5問、13から15ですが、問13が3、問14が2、問15が2、もう一度繰り返しますと、問13が3、問14が2、問15が2という形になります。でこちらについては、先ほど申し上げたように、 問題によっては4点という配点もあるので、ちょっと単純にですね、9問、15問中9問、6割の9問で合格というわけではないので、そこだけ気をつけていただきたいと思います。はい、では、あと残り30分ほど時間がありますので、えー、とですね、なので、ちょっと10問、10分ぐらいずつですね、各学科及び2つの実技について簡単な公表をしてまいりたいと思います。 では最初の学科に戻っていただいて、えー、と学科試験、まあ、これは近財も FP 協会も共通ですがこちらはちょっともう一度開けていただきまして私30分ぐらいちょっと目をざっと通したんですけども、えー、率直な感想としては、えー、まあテキストなどをしっかり学習された方であれば間違いなく6割は取れるであろうとただし一つ一つの選択肢については 難しいものもちらほら見られておりますので高得点はちょっと難しいというケースも出てくるかと思いますですので今までであれば非常に高得点で3級合格できたというケースでも今回ちょっと選択肢がですね3級の選択肢としては難しいなというものも見られるのでえまあ高得点ではなくまあ合格はできるけれどもちょっと高得点は難しいかなという問題になってますあと言えることはですね やはり改正法改正があったところは聞かれやすいということで、まあ、今後もですね法改正情報については、えー、注意いただければと思いますので、まあ、そういうことでちょっと見ていきたいと思いますでは第一問のまずライフの1から5なんですけども、まあ、ここにおいてはですねかっこ1については減災基金係数というものがどういうものなのかということが分かっていればです、ね、すぐ丸○×という今回×なんですけども整合判断できると思いますが、えー、まあ その係数を使って計算できるけども用語を理解してない覚えてないというケースもあると思うんでまあ、これはまあしょうがないかなというふうに思いますまあ、ちょっと括弧には細かいなあという話でまあこれはしょうがないと思いますで、えー、例えば括弧4なんですけどもこちらについては2017年1月からですねこれ加入対象者になってますんでまあ、そういう意味で言うと法改正を聞いてきたなという問題ですがこれはまあおそらく講義とかを受けている方であればですねそういう話があったと思うんでできたんじゃないかな と思います続いて、えー、リスクの問い6から問い10についてですで。こちらについてはですね、まあ、ソルベンシーマージンについては200%というところ、頭に入っていれば、確、え、保、ー、6罰であるということはわかると思いますし、えー、問い 9の,この、えー、損害保険の保険料の構成の話なんですけども、えー、これについてはです、ね、純保険料は、えー、保険金に回る分残りの、えー、付加保険料がここに書いてある、えー、保険会社の事業の運営費とかそういうものになっていくので、まあ、これも知っているかどうかかなと思いますが内容的には基本的な内容かと思います。 続いて、えーと、11から15の金融なんですけれども、ちょっとここらへんが正直言って細かいなということで、例えば11とか12、まあ、これはもう、えー、どっちかだと思うので特、例えば12については、ETF については、海外の株価指数に連動するものもあるかどうか、もうこれは知ってるか知らないかの話なので、えー、ちょっとこれはですね正直、細かいかなと思うんで、これできなくても気にする必要はありません。 あとはまあ14番のニジュニアニーサについてもやはりこういうところはやはりニーサというのは非常に金融では聞かれやすいところですからジュニアニーサに限らずニーサもしっかりですね、まあ、年ごとに変わっているところもありますからそこはしっかり確認すべきところかなというところになります。 続いて16から20の例えば16については金融承継の税制の一体化ということの内容になってますのでこれはですねもう2年ぐらい前のものですから大丈夫じゃないかなというところですね。あとはですね まあ19のところ、これも関係してきますが、配当所得で配当控除、適用を受けるためには必ず総合課税というものになるんで、申告分離を選択した時点で配当控除は受けられませんので、こちらも大丈夫じゃないかなと思います。次、えー、失礼しま21から25の不動産なんですけども、これがですね例えば、24のところで空き家の特例の話ですね。 でこれについてはまあ非常に今、空き家が問題になっているということで、まあ、古いもちろん古い空き家なんですけれどもその時に3000万の特別控除は知っているけどじゃあ、譲渡価格売りいくらで売ったときが、えー、適用を受けられるかということでちょっと細かいなというところで、まあ、5000万ではなくて1億以下ですね、1億以下のものであれば3000万特別控除を受けられるということなのでこれはちょっと産休では、えー、細かいなと思うのでできなくても気にしないでください。 えー、次ですね26から30の、えー、相続になります。 でこちらについては、27番については、まあ,あの簡単に書いてありますけども、えー、4、5年前の改正によって、ですね、えー、着出死と非着出死についての法定相続分が同一になりました、まあ、以前は、えー、非着出死については、えー、着出死の半分という規定があったんですが、まあ、それがですねもうだいぶ前の話なので、皆さん、これは遠くに問題ないと思うので、こちらはしっかり正解を取っていただきたいところとなります。 またですね29の上場,株上場株式の評価についてですがこれは2か月ではなくて3か月さらに、えー、いずれか高い価格というのが3行目の後半にありますがこれは高い価格じゃなくて低い価格、まあえー、これは納税者が有利になるように、えー、するためには低い価格を選ばないと有利になりませんから低い価格というところは2つ、まあ、間違いがあるということを気づいている方であれば大丈夫かと思います。また30のののの小規模宅地等の評価源の特例の話で ですがこれは居住用宅地ですから240ではなくて現在330平米となっておりますからここら辺の知識もしっかり確認いただきたい、まあ、これは必ず正解取っていただきたい選択肢になりますでは続いて第2問の3支度一のところにいきたいと思いますで例えば31から35のライフなんですが32を見ていただきたいんですが32についてはこれはやはり変わったばかりのですね 老齢基礎年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されたというところこれは非常に受験生としては知っておかなければいけないところですから、まあ、そういう観点からいけばほとんどの方がこれ正解取れると思うんですけどもやはり法改正があった時には注意が必要だというところになります。 でまた、あとはですね34のマッチング教室についてもこれはですね2分の1か4分の3か全額かというところがありますがこれは全額ということなのでまあここは選びやすいんじゃないかなとは思いますあと35の政策金融高校の教育論の話ですがこれは固定金利であるということと最長15年というところは,これは基本的な内容ですからこれも正解を取っていただきたいところかなと思います 次の36から40のリスクのところに行きたいと思いますがこれがですね、まあ、出たことがないなということでいうと38です、まあ、38のリビングニーズの話なんですが、まあ、リビングニーズというのは余命が6ヶ月以内だというふうに診断された場合には な、えー、くならなくても生存給付金ということでお金を支払いいますよということですでここでの考え方が余命が6ヶ月ということで、まあ、6ヶ月後に亡くなったという仮定をするんですが、まあ、その前倒しで払いましょうということになるので、まあ、6ヶ月保険金を前倒しで払うということから、まあ、そこの分の、えー、利,利息。 とあとは当然6ヶ月分の保険料それが差し引かれて支払われますから仮に3000万もともと保険金請求したけども満額3000万もらえるわけではないということなので、まあ、これはリビングニーズの読みを何ヶ月、まあ、3ヶ月か6ヶ月かというところの6ヶ月が分かっていれば多分解けるところじゃないかなと思うので内容としては初めてのものではありますがなんとなく6ヶ月というのを選べるんじゃないかなというふうに思います。 まあ、あとは基本的な問題です。続いて41から45の金融のところなんですけれども、例えば景気動向指数は、これはもう覚えてるかどうかだと思うので、まあ、できなくても気にする必要はないです。ただ、42番のですね、今回の元理合計の金額については、200万を 2%3 年間運用した場合ですが、これ電卓ですぐ終わります。この場合は電卓上にですね、2%の1年後は1.02なので、 1.02と電卓に入れてこの後かけるかけるを押してから3年運用の場合は1を引いた2をイコールをしますですから今1.02かけるかけるをしたらイコールを2回押してそこにあとは200万をかければ終わりなのでそうすると212万2416今回税金は無視してますので212万,21万2416円というのが本当に数秒で出てしまいます のでぜひ電卓の使い方はですねえ知っておくと非常に便利な機能もありますから、えー、ぜひこの、えー、機会に理解していただきたいと思います、まあ。あとは44のポートフォリオについてはですね1の場合は全く同じ値、ね、動きをしますからリスクヘッジにはならないということになるので分散投資上リスク低減効果が得られないということになりますので0でもマイナス1でもありませんので注意してください。 で45個はですね、これちょっとね、もうしょうがないの、しょうがないと思います。で、この場合、まあ、FX、まあ、2の FX はもうこれ、外れるのはもう皆さん大丈夫と思いますが、1と3で多分悩んだと思います。で、この時には、日本投資者保護基金というのは、これ、会員のところについては対象ですと。で、この時に、銀行はですね、この日本投資者保護基金の会員ではありません。 ですからそうなっていくと証券会社が実際には会員なのでこの倍三3番の外貨で MMF が保証対象ということになるので、まあ、銀行で購入した投資信託、まあ、有価証券であってもですね、えー、証券会社で購入していないということから対象外となりますからぜひこれを機会に理解いただけるとまあ良いかなというふうに思います。 次、46から50のタックスなんですけれども、まあ、タックスについては48ですね、ちょっと48がこれ、退職所得の計算なんですが、よくよく読んでみると。 退職所得ではなくて、退職所得控除額の計算になりますから、この場合、2分の1をする前の金額ですね。ということになるんで、あとは、この場合、20年までが1年あたり40万、20年を超えた分が1年あたり70万という、これ、必ずこれ、要暗記のところになるんで、ここは3番ですね、3番が正解ということになります。で、40議の医療費控除については、足切り金額については10万円というのがあるんです。まあ、それはもう皆さん大丈夫、大丈夫と思うんで、 49はほとんどの方が正解取れると思います。はい、続いて51からえ5。5のですね。不動産ということなんですが、まあ、51番は難しい。手時計はもう。えー おつくになりますし53のですね、えー、これは建築基準補助道路に、えー、これは雪道ですから2メートルというところ、これは当たり前だと思いますし、えー、まあ55もこれは順輪回りになってますから、2000万から400万を引いたものを、これを2億で割ればいいということなので、不動産は正直言ってそんな難しくないと思います。で次、56から60の相続なんですが、まあ、こちらの相続もですね、えー、実際見てみると、 ほぼ。 満点取れるんじゃないかなということで贈与、はいえー、税の配偶者控除は2000万ただこれえ歴年の分もえー、今回は聞いてますので2110万円で57についてもこれはですね、えー、よく聞かれてますので大丈夫かと思いますまた58についてはこれはですね法定相続分ですが、えー、法定相続分を計算するには必ず、えー、順番を決めなければいけないので今回の58では、えー、第一順位の法定相続人がいませんから第二順位で第二順位になった時には妻が3 残りの3分の1を今回はお父さんお母さんということになるんで2番の3分の2を選んでくださいと。 あと59については、えー、墓地購入の未払い代金については、もともと墓地については相続しても非課税になりますから、こちら引くことができませんというところ、まあ、60番の貸し屋立て付け値は、これ計算式を覚えておくと便利ですから、もし今回間違えた方は、えー、この先2級に行かれるときでも、これ、えー、必須な知識ですから、ぜひ覚えていただきたいと思います。はい、では、これで一旦学科を終えまして、次に日本 FP 協会の資産設計提案業務の方に移りたいと思います。 でこちらなんですけども、問い1については、まあ、これはもう問題ないと思うんで、まあ、個別具体的な相談をですね資格ない方がしてしまうとアウトになりますから、これ3番、明らかに間違ってます。で問い2についても、ですねこれ、例えば基本生活費の計算については、これ、物価上昇を加味していかなければいけないので、電卓の使い方の話ですね、今回は、えー、と例えば、あについて、あについては、 1>, 1年後がですね1.02ですから今回は4年後になるからイコールを3回押せばいいですそこの押したものに対して238万円をかければ238かけると257.6万円ということで今回、万円未満四者購入ですから258万です。 というふうにやっていってもらって、あと、意については、前年の金融資産残高に1.01かけたものから、今回収支残高1年後がですね、マイナス766万ですから、それを引けば出ますので、これもそんなに難しい問題ではないと思います。 問い3はもう知ってるかどうかの問題、で問い4も式法の問題、よく出てますが、今回、配当については、これですね半年ごとに配当してますんで、2016年12月期は確かに66円の配当なんですが、これ半年分ですか1年ではないので、これはですねおそらく、えー、すぐ答えられるんじゃないかなというところです。 次、えー、と第3問の、えー、不動産ですけども今回まず問い語については何を使いたいか、えー、こういうですね、えー、面積の問題が出た時には憲兵率か容積率かどちらかこの選択を間違えると答え間違えますが今回は延べ面積と言ってます。で延べ面積ということはこれ容積率を使いますから。 この時点で検率はは、えー、回答としてはありませんであと今回については、容積、えー、率は全面道路の福音制限、これ必ず考えておかなければいけませんので、えー、そのときには全面道路が12メートル未満の場合、12メートル以上になるとですね、福、え、音、ー、制限かかりませんから、今回6メートル道路ということで、今回、えー、法定定数が10分の6とあるんで、 6メートル、道路幅の6メートルかけ1 0分の6をすると360%で、この360%として容積率を比較して、いずれか小さいものがですね、採用される容積率になるんで、あとは面積かける3 6 0やると、今回は、えー、と2番の1080平米ということになりますから、ちょっとこれ若干難しいところではありますが、ぜひ2級でもこれ使う知識ですから、ここで理解いただきたいと思います。問6はもう知ってるかどうかなんで、これは基本的に 基本的な問題だと思いますですでこちらの保険証券の読み取りも毎回出てますが今回は怪我で、えー、入院プラス手術ということなので今回は5,000円であとこの場合入院の場合はいつから支払われるかというのを必ず確認いただいて今回の、えー、この保険証券上医療保険は 1>, 1日目からですね、1日以上継続入院の場合、初日からということになってますから、10日分全部払われますので、5000円かける10日プラス、あとは20倍の手術というのがありますので、5000円かける20倍合計すると15万円という形になります。で、問い鉢のところなんですが、ちょっとこれ他でも関連するので、ここでちょっと申し上げさせていただきたいんですが、これ実はですね、例えばこれ決まっているのは午前中が学科、午後が実技というのが決まっているんですけれども、学科 要は作ってる人が同じなんですよ。 学科試験も実技試験も作ってる人が同じなので学科試験出た問題がやはり今回のこの、えー、問い八の損害保険の用語というところでも超過保険とか出てますが実は学科のところでは一部保険というのがありましたが、まあ、超過と一部はもう一体か一体の問題です内容ですですですから例えば午前中の学科試験、まあ、これですね実際には試験時間2時間ですが多分2時間かける人はほとんどいないと思うんですですからこの場合は1時間経ったら問題用紙を持って退出ができますからその時に持って帰って気に なるところを調べていくと午後の実技試験のところでは同じところが出てあ調べたばかりだから当然正解ということがよくある話なので、まあ、関連性は必ずあるということで、まあそのえー、試験終わってから今度試験開始までの間には必ず調べた方がですが、ね、得点で場合によってはこれ拾えれば5点、えー、取れますのでそういうこともあるのでぜひです、ね、諦めずにその休憩の時間も、えー、ぜひ、えー、学習してほしいなと予習してほしいなというふうに思います。 でい9については地震保険はこれ当たり前の話で。 あの宝石とか骨董品については対象外なのでよく言われるのが地震があったら貴金属を持って逃げろとそれは地震保険で対象にならないからということになるのでまあそれは頭に入れておくと良いかなと思います続いて第5問の10から12のタックスなんですけれどもまあ今回はですねまあ問い銃についてはですねまあ大丈夫38万とか63万とかまあそういう話なので内容的にはこれ基礎本的なの話なのでできる かと思いますで問い11についてがですねこれは、えー、確定申告しなければいけない方、義務者が誰かという話ですが、えー、給与所得者の場合、収入が2000万超えると、ですねこの時点で、えー、対象者になります、今回、成田さんがですね対象になるということなのでで。 安西さんはですね、5万円の雑所得がありますが、給与所得者の場合はですね、20万円以下は申告不要です。まあ、ですから、この方、雑所得5万円あっても、これ申告しなくてもいいということになりますから、成田さんを選んでいただきたいです。で、問12の小田さんについてはですね、この場合、公的年金の場合は、年齢で、えー、 最高額変わりますから67歳ですから65歳のところを使ってもらえれば計算値は非常に簡単だと思うのでこれは間違ってはいけない問題かと思います次、えー、と第6問の相続13から15なんですが、まあ、13もこれ先ほど学科でも申し上げましたけれども順番を決めることが重要ですから、まあ、今回はえ第一順位の相続で 順位がが確定でで子供が2人いるの健一さん健健ささんさん亡くなってますがどちらも、えー、2分の1かける2分の14分の1ずつで健二さんの4分の1を、えー、孫、えー、この場合浩二さんから見た孫の広志さんと隆二さんでいいですかねこの方々が4分の1を半分で均等に相続しますから健一、まあ、さんは4分の1で健二、えー、さんの子供の、えー、広志さんや隆二さんは4分の1の半分の8分の1となるのでこれも正直でって基本的な問題ですがしっかりできるようにしておいてい。 ていただきたいと思います、まあ、問14についても、えー、3ヶ月10ヶ月これは基本中の基本ですから正解とってくださいで問15についてはですね 贈与税の基礎控除、まあ、歴年の枠は皆さん110万というのはご存知だと思うので、あは110万。であと、今回は、えー、と配偶者の、えー、税額権への話ですね、配偶者税額権、贈与税の配偶者控除の話なので、まあ、これも学科でもありましたが、2000万が特例ですから、これ、2000万を選べばいいということで、まあ、相続は比較的平易な内容ではないかなと思います。 次、第7問以降が、これ最後の大問ですが、総合問題ということで、問16のバランスシートについては、これ、時価が基準になりますから、節例のところに時価があるんで、全部足して、そこから負債の2350万、これ引けば答えになりますから、これは必ず正解を取ってください。で、問17のところですね、こちらについても、これ、年金集荷を使っていけばいいので、24万 ×10. 1095これをすれば262万8000円になっていくということでこれも学科試験と実は同じ係数になってますんでやはり出題者がまあ同じだからどうしてもえこういう傾向が似てくるというところがあるんで是非ともですね学科試験を見ながらですねえ実技試験を予想するということもできますから是非復習をしっかりやってください。 続いて18、えー。これはですね、保険の話。相続は、これ実際にもらった保険金の話なんですが、えー、っと、この場合については、C を見ていただくと、契約者が幸広さん、で、費用権者が健太さん、で、受け取人が沙織さんということで、全部違います。で、この場合は、幸、え、広、ー、さんから沙織さんに、えー 保険金が贈与されたという形で考えますので、これは贈与税の課税対象というものになるので、えーまあ、今回は1番ですね、1番が正しいんですけれども、えー、B については、これはですね、入院給付金は基本的に非課税となってますので、そこが違う、えー、ということになります。問い19についてはですね、これは、えー、覚えてほしないな、えー、このですね、 えー、任意継続被保険者というものは2が絡みすべて2が絡みますそれは日数が20日、えー、月が2か月年数が2年20日2か月2年これを知っておけばもうすぐ答え出ますなのでこれ1番私、えー、任意継続被保険者というものを見た瞬間に答え見てあの文章読んでませんので2、えー、がつくものを全部選んだというそれだけの話ですで問い20についてはですねこれについてはえー、っと 100万円未満というえパート収入になりますから、第3号費用権者のままということになるので、まああの、ちょっとこの後やっていく個人資産相談業務に比べると、F、FP 協会の資産,資産設計提案業務の方がちょっと優しいかなという気はします。では最後に、えー、金融財政事情研究会の個人資産相談業務のところに移りたいと思います。 まず、問1についてなんですが、まあ、問1、これはですね、金額出ているとい、今回2人ですね、18歳未満のお子さんが2人いますので、その分、2人分の子供の分を加えたものが受け取れる遺族基礎年金の金額になりますから、まあ、3番ということになりますで。問2についてはですね、若干難しいところあるかと思いますが、 これは遺族基礎年金の受給権が消滅というところがあるんで消滅、なぜ消滅するかというと今度は65歳になると老齢基礎年金が受給できるからということになるんでそこら辺を踏まえるとですね3番はもう60歳はないので1番、2番のところであとはそれをどうするかということで若干ちょっと難しいんですけれども1番か2番どちらかは選んでいただきたいと思います。答えは1番ですけれども で問い算とこ,これはちょっと細かいなというところで、まあ、3番についてはです、ね、埋葬料が払われることは正しいとで1番と2番なんですが 遺族基礎年金や遺族厚生年金はどれだけ再就、えー、職でお金を稼いでも年金額の減額は行われません、まあ、ですから2番が正しくてで1番のところなんですけどもこれ、えー、法定免除の対象になるかどうかということなんですが遺族基礎年金に関してはこれは自分の老齢基礎年金を払っていかなければいけませんので免除にはなりませんところがこれがですね、えー 障害年金の場合だとこれで法定免除の対象になってくるということになるので、まあ、今回は遺族基礎年金もらっている間も自分の年金を払わなければいけない65歳になったら自分の老齢基礎年金になりますから、まあ、そこのところということでちょっと難しいなというところなんですが、まあ、ただ他の問題から比べると今回ライフが多分一番難しかったかなと。 いうふうに思いますのでえまできなくても他のところで取れればいいかと思います次第2問に移りまして第2問がこれ金融ですで金融についてなんですが結局は問4と問6はもう計算問題でこれは本当によく出てくる計算問題投資手法とですねあとは利回りの話ですからこれはできていただきたいなというふうに思いますそうするとまあ、問5のところなんですがこれも実は学科で絡んでいた今回 w b a w b 以上であれば、えー、投資的格とありますが WB はこれは、えー、投資不適格になってきますから、まあ、ここのところも学科と連動しているので是非学科試験を見ておいていただくと、えー、出題予想もできるかなと思うので、えー、それちょっと確認してください。 続続、いて、えー、第3問の相続、えー、タックスですで。タックスについても、これ金、問い7が所得控除の、えー、人的控除の金額なんですけども、これもぜひ知っておいていただきたいところですし、問い8の医療費控除、これはもう非常に簡単で、えー、1番見ていただくと、人間ドックの費用について異常が発見されなかった場合は当然ながら医療費控除の対象になりませんので、まあ、この時点で1番、謝ってるから、えー、あごめんなさい、1番、正しいからで、もういいと思います。 で一教は。 総所得金額と言ってますが、これは損益通算ではなくて、単に給与所得と不動産所得合算するだけの問題ですから、ですから今回は、給与収入900万の場合、給与所得控除については、900万る1 0プラス120万なので、210万ですね、ですから900万から210万引いた690と50万足した740万が正解ということになりますんで、タックスができればこれ、全問を取っていただきたいなというふうに思います。 次が、え第4問の不動産で、ちょっと不動産の事例がですね、三休にしてはちょっと細かいなというふうに思ったんですが、 問い10を見ると、えー、これは接道状況とかという話になるんで、これについてはですね、実は非常に簡単で、えー、これ、建築基準法の規定ではということで、道路幅4メートルの道路に、4メートル以上の道路2メートル接道しなければいけないので、それが分かれば、1、2が4と2でもう2番で、これで終わりです。 ですから ③、丸三を答え、えー、答えというか見なくても、丸、え、一、ー、と丸二が分かっていれば、それで正解が取れるので、実は意外と簡単な問題が問い十です。次に、問い十1がですね、今回最大の建築面積というところがありますが、ここで注意いただきたいのは、平、えー、と低を一体で利用するということになったときに、この場合ですね、ちょっと気をつけていただきたいのは、平、えーへ 兵のところは2メートルの指導に接続、えー、してますけどもあくまでも道路は4メートル以上の道路に接続していなければいけないのでいわゆるこれセットバックの対象になります。でですからセッットバックで今回は、えー、中心部から でこの場道路の中心線は道路、当該道路の中心ということですから、真ん中のところから2メートル下がった地点が敷地になってきますので、今回は10メートルかける2 0メートルではなくて、10メートルかける1 9メートル、1メートル下げた19メートル、あとはそこに、今回は検兵率の60%使えばいいので、まあ、2番選んでくださいと。 問い十人についてはちょっと細かいなというところで、まあ、不動産取得税の、えー、税率の、えーめんえー、特例であったりとか、えー、所有権保存登記の登録免許税の、まあ、特例とか、そういうところ、これちょっと細かいなと思うので、問い十と問い十1ができれば特に問題はないのかなというところになります。で最後の、えー、第5問の相続なんですが、まあ、相続は正直言ってこれ簡単ですね。問い十3については、これも、えー 民法上の法定相続分ですから、まあ、妻がいて子供がいるので妻が2分の1残りの2分の1は子供が3人いるので2分の1かける3分の1で6分の1ずつということでこれ3番選んでいただきたいで問14についても小規模宅地の話ですがこれは居住用ですから400平米ありますがそのうちの330平米までが軽減対象ということになるので、まあ、2番選んでくださいとで問15についてなんですけども これについては、遺産にかかる基礎控除額というところがありますが、遺産にかかる基礎控除額、今回は、えー、相続税法上の、えー、法定相続人は、妻、長男、長女、で、養子なんですが、今回は子供がいる場合、実子がいる場合一人まで、えー、加えることができますから、 法定相続人が4人ということなんで3000万プラス600万かける4人で5400万正しいということになりますしあと3番のところの相続税の申告期限は10か月以内これはもう大丈夫と思うのでそうすると2番が不適切ということで同一年の贈、えーまあ、与があった後に相続があった場合これ同一年については相続税のところで課税されますので、えー、相続税の,、えー、の申告は不要ということで2番が正解ということになります。 ということでですねちょっとまあ駆け足なんですけれども回答と解説、まあ、見てきましたが、まあ、今回言えることは3級、まあ、についても年3回ある以上ですね同じような問題出したら皆さん受かってしまうのでえ一つ一つの選択肢については細かい問題もちらほら出てきてますので確かに 高い点数を目指すのであれば細かい知識も必要かと思うんですが6割という点を考えたらですね、えー、テキストにある基本的なところをしっかり押さえていけば6割は取れますので決して合格は難しくありませんから、えー、しっかりテキストや講義などを聞きながらですねやっていただければ受かるので、えー、そういうふうな形で難しいところばかりをやるんじゃなくて基礎的なところをしっかりやってもらえれば3級は必ず合格できますのでこれからも頑張っていただきたいと思います。 ではえ時間になりましたのでこれで、えー、回答速報を終わります。お疲れ様でした。